タドラルト、アカクスは、サハラの一部にあたるリビア西部の砂漠地帯。アルジェリア国境に近く、ガットの町にも近い。タドラルトは、現地の言葉で、山を意味する。この地域の特色は、戦死時代の岩絵が多数現存していることであり、タドラルト・アカクスの岩絵遺跡群の名で、ユネスコの世界遺産にも登録されている。アカクスの景観は、砂丘、アーチ状岩石、峡谷、 大と変化に富んでいる。主要なランドマークはアフザジャーのアーチとチンクレイガのアーチである。この一帯はサハラの中でも最も不毛な地域の一つだが植生が見られないわけではない。アカクスの景観この地域の祝いの重要性が評価され世界遺産に登録されている。紀元前12000年頃から西暦100年頃に 至るまでに描かれた祝いは、この地域の文化的、自然的変化を反映している。祝いには、像、キリン、ラクダなどや馬に乗った人が描かれ、たっしりなジェールの祝いと、同じく、かつてこの地が、緑の大地であったことを教えてくれる。祝いには、音楽や舞踊といった、日常の様々な生活風景も描かれている。人々を描いた祝いこの世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。2016年の第40回世界遺産委員会ではリビア国内の衝突による損壊及び今後引き起こされるさらなる損壊への懸念から本物件を含めその時点で登録されているリビアの世界遺産5件べてが危機にさらされている世界遺産リストに登録された。ありがとうございます。